今日はなんと東京ドームに2年ぶりに巨人戦を見に行きました。イエーイ。今日の先発は同い年の横川投手。同い年には見えませんでしたね。素晴らしいピッチングでした。そしてこれが丸佳浩選手でございます。まあずっと取ってたんですけどなかなかね、うん、まあこんな感じでフォアボールの丸さんです。はい、続きまして最強の抑え松井くんを出されてしまったらもう手が出ません。はい、いやーすごいいいピッチングでしたね。そして最後写真でお送りいたします。僕の推し直樹くん、友達に似てる松原くん、そして僕は巨人の岡本和真。はい、ビエラ投手のナイスピッチングでした。最後は中島選手でお別れします。すごいことになってた。